シャローに振るっていうことがやっぱり、そう、やっぱね、みんなね、上から上から鋭角に入れすぎたよ。鋭角に入れたら滑らないんですか。滑らない、だって刺さっちゃうじゃないこれ。なんか鋭角に入れてもショールを滑らせろみたいな。無理じゃないのそれ。どう、僕はできない。滑らせろって表現は何。みんながさ、刺さるからじゃないの。刺さるから、じゃあ要は滑らせろってシャローに触れって言いたかったわけです。多分そうじゃないかな。滑らせるわけじゃなくて、滑ってくれてるのを我々一生懸命滑らせようとしてる。いやだから、それこそオープンにする、アウトからインに向かってこうやって鋭角に入れるっていう風なものがアプローチだ、正しいっていう風に思い込みなんじゃない。だってさ、考え方としてさ、普通に平行に立っといてさ、自分を中心に丸く丸くこうやって振ったらそれでいいんじゃない。